カツラにタービュレーターを取り付けたホーカーシドレーハリアー。翼の仮面にテープ状のタービュレーターが取り付けられたグライダー EN グラブ G-100 ニアスター。セスナ400の翼全部に取り付けられた突起状のタービュレーター。乱流翼は主に軽飛行機、グライダーや模型飛行機に使用される翼型の一種。タービュレーターまたは ボルテックスジェネレーターという翼面の突起物によって、翼面に乱流を生み出し、翼面が常時乱流境界層に保たれる翼を指す。翼の向かい角の上げすぎにより、境界層剥離が起きた状態。一般的なジェット機よりも、飛行速度が遅い軽飛行機やグライダー、模型飛行機の飛行においては、翼面の境界層を故意に乱流化した方が、空気の流れの剥離が遅れ。 揚力の増加、効力の減少、失速に至る、かい角度の増大、最大離陸重量の増加など、翼型性能が向上し、飛行が安定する場合がある。これは、乱流化された境界層では、流体の渦運動によって、大きい速度を持った流体とより壁面近くの運動量の小さい流体が混ざり、活発に運動量交換が行われ、壁面近傍の流体へ、 運動量が供給され続けるので、操流境界層よりも剥離しにくくなるためである。そのため、軽飛行機、グライダーの設計や模型飛行機の製作においては、翼面の素面か、翼面に突起をつけるなど、乱流化を促進する加工が行われることがある。このような翼を乱流翼と呼び、ジェット機よりもはるかに低いレイノルズ数下で飛行する。 フリーフライト対空競技などの模型飛行機では多く利用されている。レーノルズ数が高いほど最大揚力係数は大きく、効力係数は小さい。現在ではアオンソクの商業ジェット機にも翼端失速を抑えるために主翼の外側に追加されている例が多い。後退翼ではアオンソク時に主翼の上面を内側から外側に流れる気流が発生し、これが前方から 主翼上面を通る気流と干渉することで乱流を生じ、エルロンの効き目が急に失われる現象が発生するため、これを防ぐためにボルテックスジェネレーターが設置される。またお迎え各時にエンジンナセルから発生する乱流を整流するためにナセルにボルテックスジェネレーターが設置される。あるいは垂直弾の効きを良くするために垂直安定板などにも使われている。利用例としては、 ボーイング707、ボーイング727、ボーイング737、ボーイング747、ボーイング787をはじめとして現在使用されている商業ジェット機のほぼすべてにボルテックスジェネレーターを観察することができる。ボーイング787のエンジンナセルにある花びら状の切れ込みもボルテックスジェネレーターの一種であり、 エンジン排気を囲むように生成されるボルテックスにより、エンジン騒音や排気の乱れを防ぐ働きがある。ジェット戦闘機などでは、主翼前端に切り欠きがあり、この部分で発生したボルテックスが、大向かい各時に、主翼上面の気流の剥離を抑える働きがある。階マイナス4、階マイナス16や階、A マイナス18、コンコルドの長いストレーキも、 主翼上面に連続的なボルテックスを発生して、主翼上面の気流剥離を防止し、また、大向かい革時の尾翼の危機器を良くする働きがある。回 -15 の水平尾翼も同様の効果を望んだものである。自動車や電車においても、高速走行時の気流を制御して、走行安定性などを高める目的で、タービュレーターが使用される。採用例は講述する。 ゴルフボール乱流境階層は、層流境階層よりも流れが剥がれにくいことは、表面にディンプルが掘り込まれたゴルフボールが描く軌道などによって経験的に知られていた。1930年代には、フリーフライトもケーキの翼にディンプルのような凹凸や、針金などによる突起をつけて、剥離を遅らそうとする発想があった。1938年、アメリカ合衆国において、 中四時番号翼型の設計者であるイーストマン NJ コブスが付近の模型クラブの依頼を受け、参加モデラーが持参した模型翼の煙風洞実験を行った。当時、翼前半上面に3から四本の細い桁を入れた竹田構造翼が多く作られていた。持ち寄られたたくさんの模型翼のうち工作が下手なため桁がリブより一ミリメートル以上も飛び出し、 翼の上面がデコボコになっている竹田翼があったが、予想に反してこれが最も失速角が大きかった。これに習い、恋に翼の上にバルサボーを突出させた模型機が流行した。これが模型乱流翼の始まりである。第二次世界大戦中のドイツにおいては、KW シュミッツの模型飛行機用の翼型、特に乱流翼の組織的な研究が行われた。 日本では1955年頃、航空ファン市に立花の製造がこれを紹介し、当時のモデラーがその資料をもとに、乱流翼を使った機体を競技に登場させた。ロータス72。フロントノーズ部に棒状のボルテックスジェネレーターが装着されている。新幹線500系のパンタグラフ乱流翼は、多くのモデラーによって追試され、様々な形式が、 競技実践に投入された。1950年頃初めに生まれた形式は、シュミッツ門下のドイツ選手のグライダーに装備された、張り出し乱流線である。タービュレーターは、おおむね翼型基準線上の前円より、約10%前方に、直径0.5ミリ程度、高度の0.4%くらいの太さの糸ゴムや、ナイロン糸を、タコのうなりのように貼ったものである。 糸の後ろに発生した渦が、後ろにある翼の上面に流れ着き、境界層を乱流繊維させる。同時代に生まれた形式のもう一つは、前縁直後の翼上面に0.8ミリ角、高度の0.6から0.7%くらいの太さの角材か、紐をタービュレーターとして貼り付けたものである。翼の前縁から流れてきた気流はこれにぶつかり、乗り越えるときに、 境界層を乱流化する。また、翼の表面をザラザラに荒らす方法も、試みられている。以来半世紀にわたって、競技で淘汰された結果、張り出し乱流線は少なくなった。翼の外側に余分な構造物があるので、取り扱い性の点で負担が大きいため、前縁の直後の翼をあつらに、棒や紐を貼り付ける方法は、現在でも広く使われている。翼の上に、 タービュレーターを貼り付ける方法には、いくつかバリエーションが生まれた。何列も貼り付ける形式で、前に述べた竹田翼と同様の考え方。直線の棒ではなく、ノコギリ状のジグザグの突起をつける方法で、横方向に強弱がつき、乱流効果が強まる。翼面をザラザラの素面にする方法は、シワ紙張りとして実用化された。ライトプレーンに使われるのが多い。 さらに、1970年代には、乱流翼の概念、及びタービュレーターの自動車などへ応用がなされ始め、1970年、チームロータスは、フロントノーズにボルテックスジェネレーターを装備した、会一カーロータス72を発表した。1997年に運用を開始した、新幹線500系電車のパンタグラフの支柱には、風切り音防止のため、フクロウの羽にヒントを得た。 ボルテックスジェネレーターが装備された。2000年代以降の国際級フリーフライト対空競技機のうち、グライダーとゴム動力機の約半数は乱流翼を使っている。タービュレーターを取り付けたものの他に、前述の竹田構造翼のように意識しないでも乱流化されている場合もある。フリーフライト機の内海 1C 級エンジン機は、滑空時のレイノルズ数は、 数万であるのでこの状態では、乱流効果が望める。しかしながら、上昇中の速度が平均でも、秒速25メートルであり、最大では40メートル近くになり、レーノルズ数は20万を超す。位 1C 級では、上昇率の向上が最重要であり、タービュレーターによる垂直上昇時の抵抗増加を考えると、滑空時のメリットがあっても使えない。 乱流翼の二次的な効果として安定性の向上がある。乱流翼は沈下速度の減少のような競技成績を直接向上させる効果がない場合でも安定性や取扱い性の向上の目的で利用される場合がある。スポーツ分野への応用も進み、スピードスケート競技用ウェアに貼り付けるテープ型のボルテックスジェネレーターが市販された。現在、 タービュラーテープの名称で模型用に市販されている。競泳競技用の微細な凹凸をつけたサメ肌水着もボルテックスジェネレーターの原理を応用したものである。三菱自動車は2004年に発売されたランサーエボリューション 8MR にボルテックスジェネレーターをメーカーオプションとして設定。エボエト MR 発売以前に生産された。 エボ7にエボ8でもアフターパーツとして販売、エボ9、エボ9ン MR でもオプションとして設定された。またトヨタは複数の車種においてエアロスタビライジングフィンという名前でテールランプ横に突起が一体成形されている。これは車体後部に発生する渦を整流し空気抵抗を減らす役目をしている。詳細は EN サーキュレーションコントロールウィングを 参照乱流制御翼サーキュレーションコントロールウィングは航空機の主翼の揚力係数を高める高揚力装置である。CCW 技術は60年以上の研究開発の歴史があり、初期の形式はブラウンフラップと呼ばれていた。CCW は高圧の空気を隙間から噴射するように特別に設計された航空機の主翼の前縁と後縁を流れる 空気流の速度を増やすことにより作動する。主翼は丸められた公園に沿って空気を噴射することで、小安打効果によって揚力を増やす。主翼の上面の空気流の速度が増えると同様に、通常の翼型によってもたらされる揚力も増える。ありがとうございます。